ケイチです。今回はディオというところに買い物行きまして、まあ、そこも激安スーパーなんですけども、今回500円セット買ってきました。その500円セットのラインナップはこちらです。甘辛レンコンごまごぼう91円、美味しいポテトサラダ94円、ポップコーン塩味93円、新本麒麟119円、焼酎ハイボールドライ88円。いや、どうですか、すごいでしょ。で、今回からあのお皿に盛りました。美味しい料理がさらに美味しく見えるという、いや間違いなくおすすめしますよ。今回ね、目玉としてはこちらポップコーン、いやビールのつまみとしてポップコーンありなの。このポテサラとうま辛レンコンごまごぼうみたいにお皿に盛って美味しく映えるように同じようにしたいと思います。ででーん、ポップコーンケースっていうのはやっぱりお高いんですね。まあ、これあのディズニーランド行った時に、まあ、娘と2人で行った時にこれ買ってきたんですけども、うんっと我慢してね買って、でまあポップコーンは普通に食べるんですけど、帰ってからねフィギュアとしてずっと飾れるじゃないですか。まあそういうことも考えたら高いけども価値があるなということで買うんですけども、まさかここで復活するとはね。あー、めっちゃええ匂いする。皆さんちょっと匂い、匂い嗅いで、匂い入れます。いいよ、これぐらいかな、これ、おっとこれぐらい、うわー来ましたね。いやー、コスパ最高ということで、これからサムネイル撮ります。いただきます。いや、何か食べようかな。ちょっとあのポップコーンから、まあ、適度な塩加減、全くしけってません。だから出来たてほやほやとは言い難いんですけども、これやめられない、止まらない。なよし、500円晩酌キックオフしました。はいキックオフって何やねんて。まずは本麒麟からいただきます。くぅー、あー、うまー。甘辛レンコンごまごぼう、いや言いにくいや、今まで何回か言ってますけど、合ってますかねこの甘辛っていう言葉に弱いですね。この照りが美味しそうに見えません？あの甘辛ごぼうですよ。あ、いただきます。うん、結構ねがっつりと大きいです。うん、いや、この甘辛大好き。甘辛はね、こうチキン南蛮とかも同じようなソースを使ってると思うんですけど、甘辛レンコンごまごぼうの甘酢ソースとチキン南蛮の甘酢ソースは一緒かどうか分かんないですけど、勝手に一緒だからこそ低価格でできるんではないでしょうかって言ったキニチは間違ってるかもしれません。まあでも、あの流用してもいいと思いますし、やっぱ美味しいものは美味しいので、もう全てにおいて全部このポテサラに甘辛ソースをかけても美味しいと思うんですね。うん、あー、なんて贅沢たまにこのポップコーンが食べれるっていうね、ほんま止まれへんわ。次はレンコン。甘辛ごぼうはねよくあるんですけど、やっぱレンコンと、やっぱレンコンもこの味に相性がいいですね。このレンコンもね、絶対に揚げたてね、パリパリですよ、絶対に。その状態に甘酢あんかけをかけてパクッと食べたいですけども、でもこれこのクオリティで91円はありえないですね。ごぼうとレンコン、あ、うまー。次、あのポテサラいただきます。このボリュームで94円ですもんね。うん、ちょっと酸味が後に引くポテサラの味です。うん、コーンの量すごいいっぱいあるわ。結構むしゃむしゃ食べたんですけど、まだ4分の1ぐらいしか減ってないです。開けとこ、まあ、レンコンにポップコーンをトッピング、まあなくもない、なくもないような。うん、次は宝焼酎ハイボールドライ、ドライドライドライ、あー、うま。
今ね猫飼ってまして、あの大福もそこで、ね、カリカリくん食べてます。ポテサラってなんか粉みたいなんです。粉みたいに水入れて、それをこうあのポテトサラみたいにするような、あるじゃないですか、マッシュポテトっていうんですかね。あの作り方がね本当にもう簡単にこう手軽にできるでしょ。このディオのポテサラはね、ジャイモがゴロゴロ入ってるんですね。本当にゴロゴロ入ってて、いや人参とキュウリがしっかり入って、まあ、ここにねカリカリのベーコンが入ってたらもうビールにすごく合うと思うんですけど、だから本格はポテサラって言ってもええぐらいですね。いやポップコーンね、これ一袋全部は食べないんですけど、このようにねリビングでこう置いてたら子供たち勝手に食べるからいいと思いますよ。今クレイジーソルトを見てもらってると思うんですけども、次することは皆さん分かるでしょうか。カット、閉めて、うわこれはこれ絶対にええと思うわいや量増えたわさっきより。皆さんあのお得情報ですよ、振るとね量が増えます。うまい、この食べ方おすすめです。こんだけの量、このね広角で全体的に撮ってるからちっちゃく見えるでしょ。これ自体大きいですからね、ケースを買うとそんなに変わらんぐらいでしょ。え、これは魔物や。皆さんに質問です、この商品名は何ですか。はい、ほとんど外れ甘辛レンコンごまごぼう91円ですうん、であのそろそろこのポテサラ味変します。何の味変か、こちらウスターソース。カゴメポテサラにはウスターソースでしょう。ちょこっとだけ、よっしゃ、ええ感じのつまみになるんですよ。これがポテト、分かりますかね、このゴロゴロ炊いてるの分かり見えませんかね。今日はねディオで500円縛りの晩酌なんですけど、値段以上の価値はありますね。胃袋って一つしかないじゃないですか。もう、まあ、牛丼大盛り特盛りでガバガバって食べて、まあ、時間がなかったらしゃあないですよ。この飲んでるこの時間がね、長ければ長いほど楽しくないですか。まあ、そういう中で、まあ、今回500円セットでこのポップコーンはひたすらゆっくりとね、何だったら一粒ずつこう食べながら映画なりケニチの動画なり見ながらね一緒にこう飲むみたいな、いいと思いますよ。ポテサラウスター最高。ごぼうは本当に食べ応えある大きさです。だいたい半分ぐらい食べたんですけど、ちょっと見てもらえますかね。まあだいたい半分ぐらい食べたんですけど、まだねまだ1個半ぐらい残ってるんですよ。当分つまみには困らないと思いますよ。ごちそうさまでした。おいしくいただきました。このような感じでお得で美味しい動画をどんどん配信させていただきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。別企画なんですけども、47都道府県として、上は北海道から沖縄までご当地のグルメをお家で再現して食べるっていう動画をアップしてますので、よろしければ合わせて見ていただければと思います。下の説明欄にいろんな動画のリンク貼ってますんで、ぜひ見てください。ケルチーでした。次あたりスーパータマネとディオとラムーのたこ焼きを食べ比べしてみたいと思います。